までのシーンを築き上げてきた日本のストリートボーラーの象徴的存在、アツシ。俺がやることって、まあ、32になって、まあ、今までやってきた経験だったり自分のその持論っていうものを証明する場、まあ、これが本気の実力だよっていうのを見せれればいいかな。本場 LA のストリートで鍛えられたスキルとメンタリティを持ち、ワイルドスピードと称されるほど野生的なプレースタイルで常にシーンの先頭を走る。アイコン的存在であるがゆえに、アツシを倒し名を上げようと挑戦してくる若者も後を絶たない。ストリートバスケっていつも俺はみんなどういう解釈をしてるのかなって、そっからスタートなんだよね。人それぞれだから、舐めてるやつもいればすげえ本気だけど実力が伴ってないやつもいれば、本当にポット出ですげえやつもいるし、さまざまなやつがいると思うのに、その中で俺がやっぱこいつはストリートだな、リスペクトだなって思えるのってやっぱ気持ちなんだよね。気持ちがプレーに出ててこう来いよみたいな、そういうのをやってくるやつがまあ自分の標的かなって。だそれにも届かないような、まあ、選手、まあ、リーグの中にもいるとしたら俺は眼中ないかな、うん、もしそうやって気持ちが熱くて、うん、なんか自分を脅かす存在なのであれば普通にまあ叩きのめすだけだよね、うん、それは別に容赦するつもりもないし、まあ、こういう場で立証していく、まあ、公開処刑っていうのが俺の好きな言葉だけど、されるかされやるかだから、まあ見てくれればいいかな。圧倒的な存在感を放つ男、アツシを脅かす若き才能など果たして現れるのだろうか。まあストリートって、まあ、舐めてくるやつもいるかもしんないけど、まあそういうやつらは俺がコテンパンに叩きのめすから、まあ覚悟しとくよ。ストリートのプライドをかけた戦いとともに世代構想の時代が訪れる。この男の勝敗はその歴史にも大きな影響を及ぼす。